皆さん、こんにちは。ヨガシャラ、細江貴之です。いやー、皆さんのおかげでとうとう、チャンネル登録数1000人超えることができました。ありがとうございます。いや、ヨガのね、チャンネルとは言いつつ、ヨガのポーズをほとんど上げていないにもかかわらず、いや、1000人の方にね、登録していただけるなんて本当に嬉しいです。まあ、今後はね、もっともっとヨガの神秘的な、神聖な教えをどんどん配信していきたいと思います。きっと、このヨガの、古代のね、神聖な知恵は、これからの世の中に必要な情報だと思います。皆さんぜひ、楽しみにしていてください。そしてね、何よりも、今後は、皆さんと一緒に瞑想をする機会を作りたいと考えています。チャンネル登録数1000人を超えると、生ライブ配信をすることができます。なので、皆さんと一緒に瞑想する生ライブを、今後ね、毎週定期的に配信していきたいと考えています。いや、これずっとね、前から実はやりたかったんです。もう皆さんとね、一人でも多くの人とつながって、心一つにして、同時に瞑想をする。これをね、僕は、ぜひやってみたかったんです。ヨガの考えでは、人類には共通するたった一つの意識があるというふうに言われています。これは心理学でいうところの集合意識だとか集合的無意識というやつ、スピリチュアルな世界でいうところのワンネスというやつです。この人類に共通するね、一つの集合意識に一人でも多くの人が同時に瞑想することで何かいい影響を与えることがね、できると思うんです。瞑想のね、こういう仮説があります。ある地域の人口の 1% の人が同時に瞑想すると、その地域が安定して平和になるというものです。ということは、ね、まあ仮説ですから、これはね、決して証明することできないんですが、もし、ね、この仮説によればですよ、日本の人口の 1% の人が同時に瞑想すれば、日本がね、安定するんですよ。平和になるんですよ。もっと言えばですよ、世界の人口の 1% の人が同時に瞑想することによって世界が平和になるんですよ。僕はね、これにですね、チャレンジしたいとずっと前から思っていました。この YouTube を使うとね、もう本当に、もう世界中の人といずれは繋がることができることになるかもしれないんですよね。だから僕は死ぬまでこれにね、チャレンジしてみたいと思っています。死ぬまでにね、どこまで瞑想する人を増やせるかどうかわからないんですけどね、やってみたいと思ってます。だからぜひね、皆さんもぜひね、参加してみてくださいね。もう毎週やっていきたいと思っています。毎週火曜日午前10時半から生ライブ中継をします。開始時期来年の2020年の1月7日からを予定しています。毎週やります。一人でも多くの人と同時にこう瞑想をしたいと考えています。回数を重ねることにね、どんどんこう増えていけばいいなと思います。ぜひ人類の集合意識にいい影響を与えましょう。世界を平和にするというつもりでね、ぜひ皆さん一緒に瞑想をしていきましょう。よろしくお願いします。